も離れた紅海沿岸だった。なぜこの場所でパピルスは発見されたのか。その謎を解く手がかりが出土品にあった。でも全て上の方に同じような大きさの穴が開いていますね。これは船を停泊させるための錨です。海岸で130個も見つけました。さらに彼教授は桟橋